元日本代表木月明ふたし森保さんは策がない。木月明ふたしはインタビューで北朝鮮戦でのロングボール対応についてアジアカップに続いて今回も中途半端な対応に終始したと指摘。森保さんが選手の顔色を伺って、何も言えないのかなと想像。それは監督としては致命的な欠点であるとも指摘。このまま何も変わらなければ、心の中で森保さんにはついていけないと思ってしまう選手が出てくる、と予想しています。上司の言われることに賛成です。珍しく城さんが的を得て良いことを言っている。城さんが挙げた致命的な欠点が一番問題だと思う。城さんの指摘の通り、選手のレベルアップに監督のレベルが追いついていないと思います。城に限らず多くのサポーターもそう思ってるだろう。森保さんには相も変わらず戦術がなく、選手任せで、あとはよろしく、みんな頑張れが基本戦術。いろいろ限界が来ている気がするな。森保ジャパン選手層が黄金時代なだけにマネージメントへのハードルは上がる。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。